こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。太極拳の話がちょっと違うスポーツの話になるんですけど、今巨人軍の菅野が開幕して、ピッチングするときにフォームを変えたじゃないですか。菅野のピッチングフォームが、でそれがすごい私は注目していて、結局なんていうの、ピッチングの時にここだ、ちょっと私野球に詳しくないんだけどここがこう肩をこう回して、ここの体幹をさ先になんかこう回して、でそっからこう投げていくでしょ。あれがもうまさに太極拳的っていうか、結局そのここを肩とかここの、だから太極拳っていう矢をきちっとこう先に回すんですよね、菅野が。そしたら非常に見てたらフォームが軸足にものすごい重心が乗るんだよね、ここが回ると。できちっと軸に乗れるので、それがだからね、私がいつもこの動画でも言ってたり、生徒さんたちに指導するときに盛んに半歩寄せるときにきちっと重心を乗せ替えるんですよっていう話を、してるんだけど、それがみんなすごい甘いんですよ。で甘い軸のまんま動いていっちゃうんですよね。でもそれがすごいもったいなくって、で菅野のピッチングを見て、あ、こういう風に言ったら伝わるかしらと思ったわけです。例えばね、18式でこうひねりが入って打ってますよね。それでここで半歩寄せるときに、なんかみんな半歩寄せるんですよ。ただそれで半歩ただ寄せるんだけど、半歩寄せるんですけどね、でもその時のこの体幹っていうか、ここがきちっと回るから右の軸のいいところにちゃんと軸が乗るんですよ。それをね、ものすごく軸がちゃんと取れてるか取れてないかっていうのが甘いの、多分皆さんはよくわかんないけど、やってる人もいるとは思うんですけど、ここでこうひねりが入ってて、そこで半歩寄せてくるときに、この肩見ててくださいよ。こういうふうに肩がきちっと回って、左肩が前に出るの。そうするとこの右の軸がきちっと取れるから、初めてここでこう手が下ろしてこれて、でこうやってきちっとこういうふうに足が上がって19式に移れるんですよ。でそこがね、なんていうか、はいみたいな、なんて言うんでしょうか、もうここが先なんですよ。ここが回ってこないとちゃんと軸に乗れないんです。でだからね、それをね一生懸命説明してるんだけど、みんななんか多分筋力とかいろいろなものがあってね、だからこれこういう風にすればもう別に右足で立てるんだよね。だけどそうじゃないのよ。それで今菅野のピッチングを見てもらいたいんですよ。菅野がここだ、な、振り、なんだろう、こうしてからかな、それからあれちょっとごめん、どうなん、とにかくね、こう肩を先に回して、でそっからこう投げるっていうね、新しいねピッチングフォームに変わったんだけど、あれで投げてると球種によってはね、片足でこうなってる時にね、すごい軸にしっかり乗ってるんですよ。でもそれがもう太極拳のね、体幹のひねりと同じなんだよね。それがないとね、軸にちゃんと乗れないんですよ。でもちゃん今まではそんなこと菅野はしてなくって、だからちゃんと軸に乗れてないのに投げてたんですよ。だからね、微妙で外から見ても本当に分かりにくいんだけれど、
とっても重要なところなんですね。でだから何でもそうなんですけど、半歩寄せるとき、半歩寄せるってね、半歩前寄せてきて、この半歩寄せた時のやっぱりね、ここがこう回んないとね、きちっと軸にね、大地を踏みしめて乗れないんですよ。でそれとただ寄せるのとの違いが微差、本当に微差なんですけど、その微差が大きいのが太極拳なんですよね。もう私だから菅野があのピッチングになったのがすごいあーと思って、そうよねって、そうじゃ、それだからこそ、だから多分ああいう風に今なんかちょっと変なんですよ、ちょっとあのスムーズじゃないっていうか、今フォームを直しながらやってるから、でも意識して投げてるから、きちっと軸にが取れててちょっと変わってきてるでしょ。で年齢が菅野も年齢が30歳超えて20代の若い筋力でこうバンバンやってるよりはちょっと年齢が上がってきたわけじゃないですか。その時にきちっと体幹に乗って軸を作って体をうまく使って投げるようになったんですよ。それすごくないですか。私だからね、いろんなスポーツの動きを見ているのがもう楽しい。そういうのと太極拳をこう結びつけていくと、なんかすごい楽しいんですよ。それでああなんか、だからいろんな方の動きとか見て甘いって思う時がすごくあったりして、まああのそれに本人がいろいろ私説明してるわけですよ、こういうふうに。でそれなのに、で頭では分かっているけれども体がそうなってないっていう場合が非常に多いのが太極拳で、それがまた恐ろしいんですよね。だからね、自分の動きをビデオに撮って確認しなくちゃ絶対わからないんですよね。それでね、ビデオに撮っても見る目ができてないと全然ダメなんかわかんないんですよね。だから、ああ太極拳って難しいですよね、なんてことをいつも考えてやっています。いろんな、とにかく説明して皆さんにわかるようにお伝えしたいんだけど、ポイントを。それでいろいろ質問でコメントに載せてきてくださった方がいるんだけど、その方の動きとかを私が実際に見たら、こうしたらどうですかとかアドバイスできるんだけど、 YouTube だと私自分だけでやってるから、そういうわけにもいかないからね。その違うのと、違うっていうか、甘い、虚実の甘さ、体幹のが使えてない、体幹が使えるとものすごく軸に乗る、それが甘いと軸がちょっとずれちゃうんだよね。そこがもう太極拳って面白いでしょ。それがゆっくり動くから余計に正確に丁寧にできるんですよね。でこれがだからね、陽明寺のすごいところなんですよ。ゆっくりにしちゃったわけなんだけど、普通の感化24式よりずっとゆっくりでしょう。でもその分ものすごくなんかそういう細かいところがね、魅力が深まっているわけなんですよ、私から言うと。だからそのさっさか感化のようにちょっと速度上げて6分以内に演武してとかっていうのだと、そういうね細かいところ気づけなくて、外の筋肉で絶対動いちゃってて、だからね、その陽明寺の深さなんですよ。そこに私は惚れ惚れしているわけなんです。だからね、そのなんていうか、ここのここだからね、7式8式もの水面を探る動きなんかもそうなんですよね。結局この肩がこう、ここが回っておへその向きが変われば、もう軸にちゃんと右足軸に乗るんだよね。そういうのとかが体幹とセットになってるわけ。それでそれがこう手の動きじゃさ、重心の移動なんて なくなっちゃうわけなんですよ。だからね、そこが太極拳の難しいところで、外から見てるとあんまりよくわかんないかもしれないんですけど、まあここのひねりと肩の回転ってすごい近いでしょ。肩の回転みたいな。
書いて、でこの骨盤を動かさないっていうね、そしたらすごいひねりが入るでしょ。だからその辺が柔らかく使えるかどうかなんですよね。それでね、ここが硬くなっちゃうんだな、この回転が。なんかこう、なのでものすごいこう硬くなっちゃうんですよね。うちの主人なんかにもストレッチを教えたりするんですけど、この膝をこう、ほら、こうやって、でこっち向いてこうとかね、こうグッと、それで肩が回るとか、あとスム先生の講義の後によくやるんだけど、この肩をこう入れて天井見ろっていうでしょ、ここで、ここがさ、ここが柔らかく使えないと、またさらにね、その軸にきちっと乗れる体感っていうのももしかしたら得られないかもしれないんですよ。はあ、だから難しいけど、自分の感覚でいいんですけど、そのなんか微差を感じられるようにたくさん稽古してくださいね。はい、今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。Thank you.